先生のおごり、嬉しいってばよ。まあお前もそこ復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。最後来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だ。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、加賀先生もそれ言うのかよ。この頃とってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。まあお前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。てえ、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。どんだけよ、あんたのラーメン好きは。
kick up. Oh, yeah.今日は何杯食べよっかな。いた。おい、やっと見つけたぜ。キバ、どうしたの？いいか、落ち着いてキバ。六代目は団蔵って人に決まったみてえだ。俺はよく知らねえけど、裏の人間らしい。団蔵だと？団蔵って確か。うん。そして以前。驚くのはそれだけじゃねえ。サスケを始末する許可を出しやがった。え、どういう。これはまだ噂だ。サスケのやつは知らねえよ。雲隠れの忍びをやった。そもそもサスケは今までは妻で様。私団蔵に会ってくる。俺も一緒に行く。待て。でもだから団蔵はそのままやつにいいか。行動はそれわかり。しかし団蔵様、準備が整いました。ん、ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機。さて、お前とは異なる方法でわしはわしの思う忍びの世を確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されぬ。その旨、肝に銘じておけ。ふう、取るね。はは。行くぞ。第一章、五影会談。いいから冷静になれ。かかし先生はああけど、やっぱりよし。どこに行くんだい？Ich habe noch eine Sekunde noch, bin ich auf dem Part.戦闘開始。ヤマト隊長、俺の邪魔をしないでくれ。